自分いいですか。じゃあちょっと。そうそうそう。はい、自分は、まあ、マーチャーは今捨てるってなって、自分は今101個の夢の叶え方っていう仲間がいるので、お前ならできるかいっていう会話を持ってるんですね。で、101個の夢のシートがあって、とにかく自分はまずね、書き出すなんですよ。まずは101個の夢のシート。101個の夢のシート欲しい方は、欲しいですっていう人は止まってメッセンジャーに送るので、101個のシートがあるんで、僕の場合はまず書き出す。そして、書き出したら今度、半年後、1年後、例えば2年後っていうふうにして、10年後って言って、夢をもっとブロック分けする。うん。一回まず出すわけです。とにかく、もうとにかく、夢を書く。で、書くのも、まず制限をつけないで書いてほしいんですよ。その今言ってた、伊関さん書いてた、金銭的にチャレンジするのはどうかなって不安になり、勇気が出せないっていうところに、どうしてもブロックがかかっちゃってるので、うん、一回その、金銭的は一回外して、うん、まずやりたいことは何なのか、うん、目的、まあ、マーチャーやった目的もすごい大事だし、目標も大事なんだけども、まずは、もうね、何も制限がなかったら、年齢も時間も、性別も何にももう無の状態で何でもできるっていう風になったら全部100個まず書き出すんですよ。あ、101個なんですよ、僕の中では、うん、なんで101個かっていうと、黒猫大和もね、一歩前って言ってますよね。黒猫大和は一歩前って常にやり続けてたから、うん、やっぱりナンバーワンの企業になったんですよ。だからその一歩前、一歩足を出す。例えば100メートル走走るんだったら101メートル走の練習しておけばいいんですよ。わかります？みんなは100メートル走練習してるかもしれないけど、101メートルのところにゴールテープがあると思って練習する。それはだから一歩超えるっていう。なので101ってしてるのはそこの意味があるんですよね。そうで、それをぜひやってもらいたいなって思ってて、でまずそれが出たら、今度そのカテゴリーごとに、これは、社会の問題、自分の個人的な問題、家族の問題とか、カテゴリー後に分けて、それを今度また半年後にこれはやるとか、1年後にやるっていうふうにして、要は細分化していく。そうすると、やりたいものと何を先にやんなきゃいけないか。で、10年後にやりたいことを先に持ってきてもやっぱしょうがないから、うんうん、やっぱり一番最初にやりたいこと、で、そのまーちゃんが言ってた、その中でいらないものは削る。そうすると、101個出したうちからまた減るじゃないですか。70とか80とか。で、減ったらそこにまた足していけばいいんですよ、また。うん、確かに。だから いらないものは捨てる、空いたらまた101個の枠にまたはめるみたいな。うんっていうふうにして、なんかこうカテゴリーごとに分けたりとかすると、めっちゃいいと思いますよ。で、今、宮崎さんが言ってくれた、101個の夢のシート、あとで送りますね。僕と友達申請していただいて、で、ブロック分けをして、そして、まーちゃんが言ってたように、目的がないものは外す。だから、まず出す。そして、ブロック分けする。1年後、半年後、1年後、2年後とか、5年後、10年後って言って分けて、でそれの中で本当にいらないやつはもう一回捨てるっていうふうにして空白を作って、また空白が入ったらそこにまた埋めるみたいないうふうにすると多分いけるかなと思うのと、もう一個がですね、伊勢崎さんが何歳かちょっとわからないんですけども、ただ自分の年齢があるじゃないですか今の。例えば仮に40歳だとしますよね。ただ40歳から日本人の平均が83歳しますよ、男性がね。そうすると40歳から83歳までの何をするか全部バーって書くわけですよ。まず年齢をバーってエクセルかなんかで表で、40歳、41歳、42歳、43歳って、その時にもし子供さんがいらっしゃるだったら、子供が何歳になってるとか、親が何歳になってるのを全部タイムラインに書くわけです、ダーって。そしてそこの横に夢をまた書いていくんですよ。40歳でやる夢とか、41歳でやる夢みたいなの、わかりますかね。子供たちが何歳になってるとか、ここで孫が生まれてるみたいなのを全部作ってやるのもありだと思います。いろんなやり方が多分あると思うので、はい、ありますね、うん、でも伊勢崎さん言ってましたよ。なんか確かに目的はなかったですと、やりたいっていうのはありましたが、何のためにというのは持ってなかったですと、うん、ということで素晴らしいですね。それにもそうなんですよ。でも気づけてるんで伊勢崎さんが素晴らしい、うんうん、すぐ帰ってアウトプットできるのはね、そうです、そうです、うん、
だってゴルフに例えば、僕ゴルフやんないですけど、ゴルフに例えたらですよ、ゴルフカップがあって、あんな広いところに何百メーターもあるところにゴルフカップ、こんなちっちゃいわけじゃないさ、うん、でそこにバンカーとか池があって、うん、もしカップがですよ、カップの場所が分かんなかったら、目的ですよね、そのカップに入れるのが目的だから、うん、それがもしなかったらどこに向かって頼っていいか分かんなくないさ。分かんない、うん、これ分かんない、むしろ、ね、池に入れたらいいのかな、このゲームは池の中にポチャンって入れたら勝ちなのかなって思ってる人は一生懸命池に打っちゃうわけです。そう、うんうん、でもカップに入れるのがあれ難しいからみんな燃えるわけですよね、こうファンがいるわけですよね。うんうん、簡単なものはつまんないんですよ、簡単にクリアできるの。そうなの、それ、うん、そうなの。そう、だからゴルフのように一度ずれたらもう全然違うし、だって最初は一度って言っても本当こんなじゃないさ、例えば一度ってこのぐらいね。確かに。でもこれが10センチぐらいだったらこのぐらいの幅しかないけど、ここの幅はこの1センチぐらいしかないじゃん、幅が、うん、これが200メーター300メーター飛んでたらめっちゃすごいです、幅が。すごい、わかります。たった一度でもこの幅がめっちゃすごいので、うん、だから絶対そんなに簡単じゃないわけですよ、ゴルフは。だから夢もそうで、目標をちゃんと決めて、あのカップに入れるんだってやるから、じゃあ一番ウッドで打とうとかアイアンでしようとかあって、だってこれ池もバンカーもないゴルフって誰かやりますかって、バケツみたいなね、こんな大きいカップだったらやるかって言ったらやんないと思うんですよ、みんなホールインワンになっちゃう。そうね、楽しくないね。楽しくない。だから難しいのに挑戦してほしいなって、そうですね、確かに、うん、っていうのが僕からですかね、うん、はい、やっと町田